グレナダはカリブ海の小アンティル諸島南部に位置する立憲君主制国家。首都はセントジョージズ。英連邦王国の一つであり、イギリス連邦加盟国。島国であり、海を隔てて、北にセントビンセント及びグレナディーン諸島、北東にバルバドス、南にトリニダード,ド・トバゴとベネズエラが存在する。グレナディーン諸島の一部にグレナダ領グレナディーン諸島として、 カリアク島やプティト・マルティニーク島などの島々を領有している。1983年に起きたクーデター後の混乱時にアメリカ合衆国と東カリブ諸国機構によるグレナダ侵攻があり、国際的な注目を集めた。正式名称は英語でグレナダ。日本語の表記はグレナダ。国名はスペインのグラナダにちなむとされるが、 誰がいつこの名をつけたのかは正確にはわかってない。コロンブスはコンセプシオンと名付けた。2016年11月24日、国名をクレナダ、カリアク及びプティとマルキニークに変更するための憲法改正の是非を問う国民投票が実施されたが反対多数で否決された。クレナダに展開するアメリカ軍クレナダは立憲君主制、議員内閣制をとる。 立憲国家である。現行憲法は独立前年の1973年12月19日に制定され、1974年2月7日の独立に伴い施行されたもの。国家元首は国王だが、英連邦王国のため、イギリスの国王がクレナダの国王を兼ねる。国王の職務を代行する総督は、国王により任命される。政治の実権は、 行政タル内閣にあり、その長である首相は総督が任命する。この任命は通常、会員総選挙後に多数派を構成した政党の指導者に対してなされる。閣僚は首相の指名に基づき総督が任命する。総督による任命は形式的なものである。立法タル議会は両院制で上院と下院により構成される。上院は十三議席で、 全議員が任命によって着任する。その任命は、10議席が政府、3議席が野党指導者によってなされる。会員は15議席で、全議員が直接選挙によって選出される。両院とも任期は5年。二大政党制が成立しており、リベラル系の国民民主会議と保守系の新国民党の力が強い。グレナダ統一労働党など他の小政党も、 存在するが、二大政党の勢力を覆すほどの勢力は持っていない。人民革命政権時代は、クレナダ人民革命軍が存在し、クレナダ侵攻の際には約1200名の兵士がいた。しかし、侵攻後に解体され、現在はクレナダ警察軍が国防を行っており、755人が在勤している。これとは別に、クレナダ沿岸警備隊があり、 小海底4隻を保有している。グレナダの行政区画6教区と1属領区に分かれている。グレナダの地図ウィンドワード諸島最南端に位置している。グレナダ本島は面積約310平方メートルほどの火山島で最高峰線とキャサリに山があり、付近の島々、特にグレナディーン諸島の一部の島々なども属している。主な 島々市とセントジョージズ国旗の左側に夏目具の実が描かれていることからもわかるように夏目具の生産が比較的盛ん。2005年時点において2747トンに達する。他の農産品はバナナ、クローブ、シナモン、ココアなど。観光業も有望で1979年に樹立した人民革命政府は観光事業の近代化に着手した。 クレナダ侵攻後の新米政権樹立後は、アメリカ合衆国資本が進出し、1984年の国際空港の完成以来発展を続けている。日本外務省によると、2005年3月時点のクレナダの消費税率27.5%は、世界で最も高い税率だった。山岳道路はしばしば雨で流される。ポイントサリンス国際空港の建設には、 アメリカ合衆国の資金援助が行われた。住民の8割以上はアフリカ系であり、ヨーロッパ人により連れて来られた奴隷の子孫である。その他、南アジア系やヨーロッパ人などもいる。言語は英語が公用語であり、広く使われている。フランス語が混じったパトワと呼ばれるクレオール語を話す。ものもわずかながら存在する。宗教はローマカトリックが6割程度を占めている。 残りは、ほとんどプロテスタントである。グレナダのカーニバルグレナダ出身のカリプソ歌手として、マイティスパローが挙げられる。1988年に、南の洋子の切手を発行している。ありがとうございます。